白い皿の上にあるのは極細のワイヤーでつながれたゼムクリップ。このクリップの上に強力な磁石を近づけると浮き上がった。クリップの材料である鉄が強磁性体であるため磁石に引かれたのだ。次にこのクリップをバーナーで熱してみる。色が赤くなるくらいまで熱すると、クリップが落ちた。だが少し待つと、なんと再び浮き上がった。一体何が起こっているのか。以前の動画で我々は磁石を熱するとある温度で磁性が失われてしまうことを示した。この温度のことをキュリー温度という。実は強磁性体、つまり磁石にくっつく物質は皆キュリー温度を持つ。クリップの材料である鉄がバーナーで熱せられキュリー温度に達すると磁石にくっつかなくなる。だが十分に冷えると強磁性体の性質が回復し磁石に引かれるようになったのだ。これを踏まえてこのようなステンレスの円盤とたくさんのクリップを用意する。ステンレスの円盤は磁石にくっつかないが、鉄でできたクリップはくっつく。この円盤にぐるりと囲むようにクリップを取り付けて、外れないよう針金で留めておく。さらに円盤に軸を通して固定する。この黒い円柱は強力な磁石だ。この時このクリップをバーナーで熱すると何が起こるか想像できるだろうか。ではやってみよう。円盤が回り始めた。つまりはこういうことだ。磁石に近い3つのクリップは3つともが磁石に引かれることでバランスが取れている。この時左側の1つが熱せられてキュリー温度に達すると磁石に引かれなくなる。すると円盤にかかる力のバランスが崩れ、円盤が少し回転する。そして新たな3つのクリップによりバランスが取れる。これが繰り返されることで円盤が回り続けるのだ。クリップは1回転している間に温度が下がるため再び磁石に引かれるようになる。この機構のことはその原理になぞらえキュリーエンジンと呼ばれる。キュリー温度による磁性の消失と回復は光磁気ディスクのデータ消去などにも利用されている。最後にこんな装置を作ってみた。振り子の先についているのはニッケル。鉄と同じ強磁性体で磁石に引き寄せられている。このろうそくに火をつけてみよう。何が起こるか。ニッケルのキュリー温度は
約358度、ろうそくの炎でも自制を失わせることができるのだ。未来の科学者たちへ。ニムス。